こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は8月2日です。今日も大洲市内、うだるような暑さになっています。健康管理十分お気をつけください。私も今日は散髪いたしまして頭すっきりして、お届けしたいと思います。今回はこちら、明日3年ぶりに川祭り花火大会開かれます。大洲市の方からいろいろ注意事項が出ておりますので、かいつまんでお届けをしたいと思います。注意事項ですが、ホームページの方にはたくさん出ております。少しかいつまんでご説明いたします。まず1点目は、上げる花火は3000発です。で、2点目が、ナイアガラ花火と水中花火、今年はなしです。で、3点目が、露天出店がありません。そして4点目、人が密集している場所で水分補給以外の飲食は控えてくださいとのことです。5点目が、飲酒しながら観覧をしないでとあります。で、6つ目が、大声での会話をやめてくださいとのことです。7つ目は、大会が終わったら速やかに直行直帰してください。また8個目は、大洲市の公式 YouTube で、ライブで配信するそうです。以上のような項目となっております。今回の川祭り花火大会は現在愛媛県が示しております感染拡大防止のガイドラインに沿った運営となります。そのため先ほどのような事項を守っていただくということになります。いろいろ制約が多くて、果たして経済効果的にはどうなのかという疑問もありますが、まあ、やらないよりはまあマシということで、開催によって少しでも地域が活性化すれば、また夏休み中の子どもたちに夏の風物詩、大洲の川祭り花火を楽しんでもらえたらと思っております。明日は私も現地で撮影したり、また現地の模様も YouTube でお届けしたいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。